ました。あ、もしかしてあれかな、あんちゃん。まだもとめとかお疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。徒歩だと最寄駅からお店まで40分かかるため、お店の方がこうして迎えに来てくれるそうです。優しすぎる。焼肉縁結び岡谷店、美味しい焼肉がリーズナブルに食べられる地元で人気の焼肉屋さん。開放的な店内からは富士山も見える。峠の上ならではの景色を楽しみながらいただきます。美味しいです。はい、お待たせしました。メインディッシュです。ありがとうございます。柔らかいです。
特徴でした。水戸駅から電車で約15分、茨城県大洗駅にやってきました。なんかすごいのどかだな。ここかな。川を渡ったらあった。タイ料理店バンセンストア。これもガパオでも肉がシンガオ。これビーフキュウシーフード。ブタ。これもブタでもカリカリか。じゃあカリカリ。カリカリ。カリカリのパオで。今回これを頼みました。これ。タマリンド。美味しい。甘いけど、甘いな。
ただきます。กะเพราหวาน何も入れない何も入れないはい入れピーナッツキーソーピーナッツだけあピーナッツกะเพราหวาだいたい何も入れない異国に迷い込んだ気分で、これぞ裏切り飯って感じ。お腹いっぱい、ボリューミーでお得感がある値段だった気がするな。なんかお店の方もすごくあったかくていい思い出になりました。うどんを食べてちょっとホテルでまったりして、今からお店に向かいます。 あった、ここだ。 J
ゼッキーニピッツァパンカレッタ、日本一に輝いたピッツァが食べられるお店。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ボンドってなんかこうでしたっけ？ボンドはまあこういう感じですね。ボンド、ボンド。ちょっと美味しくてなんかもうやばいですね。最初のまず衝撃がすごくて。かわいい。わあ、もったいない。わあ、とろとろ。最後の一口。ごちそうさまでした。美味しかったです。ピザめちゃくちゃ美味しかった。あ、違った、ピッツァ。初めて本場っぽいあのピザを食べたんですけど、チーズも生地もトマトソースも全部がもう
もうすごくて、秋田に来たのにあれここはイタリアですかってなってしまうぐらい本格的な美味しいピザでした。さすがに多かったからちょっとお持ち帰りした。大濠公園駅にやってきました。ここだ、レストランドンキホーテ。地元民から愛される元祖手骨ハンバーグのお店。裏切り飯としあごチャンネルは3月末までコラボ中。 TVer では TVer 限定しあごコラボ動画も見れます。ドラマ裏切り飯の視聴方法などは概要欄にて。5話の放送は明日までなので急げー。では最後まで見てくれてありがとうございます。またー。